佐々木則夫は、日本の実業家。株式会社、東芝取締役代表執行役社長、内閣府経済財政諮問会議議員、株式会社、東芝取締役副会長、一般社団法人日本経済団体連合会、副会長などを歴任した。1949年6月1日、東京都に生まれる。1972年3月、 早稲田大学理工学部機械工学科卒業。1972年に東京芝浦電気株式会社に入社する。2013年12月12日、総理大臣官邸にて内閣総理大臣、安倍晋三と原子力発電事業のエキスパートとして、活動、原子力関連事業を東芝の主力事業に押し上げた、キーパーソンと言われる。 東芝の社内カンパニーの一つである電力システム社の社長時代にアメリカ合衆国の総合電機メーカーであったウェスティングハウスエレクトリックカンパニーの買収事案に携わる。2008年6月に代表執行役副社長に就任。2009年6月に西田厚人氏の公認として同社の代表執行役社長に就任。この頃より第二次 安倍政権にて要職を歴任している。内閣総理大臣の安倍晋三より依頼され、社長在任中の2013年1月から、経済財政諮問会議の議員を務めた。2013年6月、東芝副会長、及び日本経済団体連合会副会長に就任する。2014年9月、第2次安倍政権のもとで発足した日本経済再生本部にて、 産業競争力会議の議員に就任。株式会社東芝から2012年は1億1500万円、2013年には1億400万円の役員報酬をそれぞれ受け取った。時期団連会長候補とも目されていたが、2015年に発覚した不適切会計問題をめぐって、佐々木も業績改善を社内に要請していたと報じられ、副会長を 隕石辞任する意向と7月上旬に伝えられた。また、不適切会計をめぐる報道の中で、前任社長である西田と佐々木に確執があり、それが業績改善の圧力につながったという指摘もなされている。7月21日、前任社長の西田、後任社長の田中久夫他の取締役7人と共に辞任が発表された。ありがとうございます。